はい、どうも、マノチです。よろしくお願いします。龍が如く3やっていきましょう。今回から、第9章ですね。7、8とすぐ終わった感じだったんですけど、まあ、今回はどうなるのかな。まあ、やっていきましょう。頑張ります。9章、読めない。ほんまに、風間の親父が、そう言ったんか。一体何が目的なんだ。事件に絡んでいることだけは間違いねえんだが。どうした、まだ痛むのか。いえ、兄貴、俺には何が何だか分からなくなってます。あのヒゲの男、どうして俺を助けてくれたんでしょうか。親父を撃ったやつなのに、どうして俺を。力也、お前は一旦沖縄に帰れ。え、俺はこっちでまだやることがある。だがお前には今やるべきことがなくなったはずだ。でもいいから言うことを聞いてくれ。今はまだあの A の男が俺たちの敵なのか味方なのかわからない。今は沖縄に帰って先や朝顔の連中の面倒を見てやってほしい。わかったか。はい。どうした。何？白鵬会の会長が？おい、桐生、どうも白鵬会の峰が直接お前に会いたいとここに来ているようなんだが。まさか神室町の地下にこんな場所があったなんて驚きです。それで俺に話とは。ああ、すみません。実は今回のごたごた、うちの組も少なからず影響していたので、その責任をと思いまして。責任？ええ。昨夜、白鵬会本部。クソ、キリュウの野郎、絶対許さねえ。何すました顔しとんじゃ、大峰。なんとか言うたらどうなんじゃ、おくれ。兄貴、ここはうちの事務所ですよ。少しは気遣ってください。社会者ボケ、おのれがチンタラしとるから、キリュウのアホがうちに攻め込んできたやろが。幹部会で言ったでしょ、別に俺はキリュウさんに牙向けるつもりはない。あなたが喧嘩吹っかけるようなことするからこんなことになるんです。はぁ、おのれみたいな西洋かぶりの説教なんじゃ聞きたないんじゃこら。それで俺がキリュウの首取ったら、そうなったら俺が七代目や。お前も若頭ぐらいにしたら。
本当に状況の見えない人だ。なんやと、もっぺん言うてみやこれ。あなたが今壊したコレクション全部で10億は下りませんよ。それがどないして。おのれは金だけは腐るほど持っとるやろが。金の問題じゃない、その価値がわからないことが問題なんですよ。なんやと、成り上がりの分際で。おの、あなたに一つ言ってなかったことがあります。私こう見えても結構強いんですよ。みねえ、あんたとの縁もこれまでだ。俺は桐生さんにギリ通してきます。ここで殺すな。これ以上部屋を汚したくない。はい。おいおい、みねえ、おい、みねえ、みねえ。神田のような男、必要以上に大きくしてしまったのは私です。手洗い方法を取りましたが、錦山組の一件、これでけじめとさせてください。私は今のうちに東城会の直系を集めて事態の収拾を図ります。浜崎に関しても白鵬会で行方を追っています。まあ探したところで見つからないでしょうけど。奴の行き先に心当たりでもあるのか。ええ、おそらく日本にはいないでしょうね。どういうことだ。ジャカ日本支部の総統だったラウ・カーロンが死んだ。当然中国のジャカ本部は黙っちゃいません。ラウと共に行動していた浜崎は彼らの手によって拘束されているに違いありません。浜崎以外の組員は横浜港から死体で上がったという話ですしね。ジャカが。どちらにしても白鵬会が手を出すまでもなく浜崎組は消滅するでしょう。私としては中国と戦争にならないようジャカ本部と早々に手打ちするつもりです。そうか。桐生さんは崩壊しかけた東城会にとって今一番必要な人です。くれぐれもお体にお気をつけて。それでは。ミネ、お前はそういう教育をされたのか。どういう意味ですか。うちわの落とし前、大吾がそんなつけ方を命令するかってことだ。多分しないでしょう。だったらお前。だが命令する大吾さんはいない。この落とし前、私の判断、私のやり方です。それに桐生さん、こういう事態を招いた責任あなたにもあるんじゃないですか。大吾さんに以前聞きましたよ。沖縄で養護施設を営んでらっしゃるんですって。のんきな人だ。自分が背負った立場が分かってない。ボランティアでもされている気分なんでしょうね。意味のないことを。偽善だ。何？とにかく私は私の判断でドライに行動します。やり方はどうであれ、私は大吾さんの意思を継いでいるつもりですよ。ミネ、お前。つまり私の行動のすべては
東条会の未来のためにあるということです。大吾さんもそれで納得するはずです。そのためには阻害するものは全て排除します。たとえそれが身内であろうと。私には分かりません。どうして大吾さんがあなたみたいな人を大事にしているのか。ミネ、お前何か見失ってるぜ。何をです？それは俺がいつか教えてやる。あなたから教わることなんか何もありませんよ。よし、喋っていくぞ。しかし峰の坊やも顔に似合わずえげつないけじめのつけ方しおるな。なあ、キルちゃん。ま、これで跳ねっ返りの神田はもうおらん。黒幕の浜崎も今頃魚の餌になっとるやろうし。もうキルちゃんや大吾の玉を狙うやつもおらんようになって、とりあえず一件落着やな。いや、まだだ。確かに浜崎裏切り者、その浜崎組は全員ジャカに、ああ、で一件落着、ことはそう簡単じゃねえ。風間とそっくりな男、大吾を撃ったのが奴だとすると、そいつは一体誰の指示で動いてるんだ。それに沖縄で中原を撃って土地の権利書を手に入れている。そうだな。リゾート開発の利権、そして東条会の掌握、一連の行動はこの二つを狙って浜崎と繋がっているように思える。だが浜崎に雇われていたのなら、あの状況で桐生と力也を救ってくれるはずがない。何にしてもまだ裏がありそうだな。桐生、俺は浜崎の行方を追ってみる。花屋、あんたは白鵬会峰の行動を洗ってくれ。峰の、ああ、今回の騒動で東条会幹部が次々とやられた。残ってるのはここにいる真島と峰の二人だけだ。なんや、俺のこと疑ってるんかお前ら。疑っていたら本人の前で話すわけないだろ。分かった。白鵬会の動きと風間に瓜二つの男、この二つを引き続き追おう。真島の兄さん、あんたは頭がいなくなった風間組の連中をしっかりまとめておいてくれ。この騒動に乗じて漁夫の利を狙う他の組織に注意してくれ。ああ桐生、お前も何か掴んだら連絡をくれ。ああ、それじゃな。じゃあ早速行動するとしよう。何かあったらお互い連絡を取り合おう。ほな、風間組のお世話でもしてくるわ。力也を沖縄へ返そう。タクシー乗り場まで連れて行ってやろう。行くぞ力也。よし行こう。あ、レベルアップしよう。何あげる？三つのうちのどれかだね。これかな。長い。よし。じゃあ行きますか。いや、あのね、峰はね、結構俺好きかもしんない。まあなんかもう明らかな悪者感っていうのはすごいけど、なんだろう、そのうまく説明できないけど、悪者のとしての美学がある。悪役美学、何言ってんだわかんないけど、かっこいい。いやー、それにしても広いな。無駄な土地だよね。兄貴、なんか作ってんのこれ。だって2年経ってすっきりしただけだよここ。なんだチミは。ちょっとそこの兄さん、いいものあるんだけど買っていかないか。
あ、道具屋だ。いつでも買えるのかな。いらない。ん、なんでしょう。お、マックか。あとでやっときます。タクシー乗り場、リキアを乗せる。リキア、タクシーで空港へ向かえ。兄貴、俺、こっちのことは心配するな。それより朝顔の子供たちや中原が心配だ。この事件、敵がまだ見えていない。登場会だけの問題じゃなさそうだ。中原もまたいつ狙われるかわからない。中原が入院してる今、流動一家と朝顔を守れるのはお前しかいない。頼んだぞ、リキア。はい、わかりました、兄貴。任せてください。それじゃあ、一足先に帰ってます。兄貴もお気をつけて。ああ、すぐに片付けて帰る。はい。桐生一馬だな。そうだ。あんたは。防衛大臣のタミヤだ。タミヤだと。俺が沖縄の件で堂島大吾と関わりがあったということは知っているな。ああ。一年前に、あんたの秘書の東馬から聞いている。そうか。だが堂島大吾が倒れた後、東条会内部にいる鈴木とつながっていた勢力が再び動き出してしまった。それで俺は急いで BMD、基地拡大法案を通さなければならなくなった。どういうことだ。あんたが法案を通そうとしたから、リゾート開発が再開したんじゃないのか。想定外の敵が仕掛けてきやがったんだよ。それで俺も動かざるを得なくなったんだ。それで一体俺に何の用なんだ。あんたに頼みたいことがある。リゾート開発を再び止めるということか。そうではない。だが結果的にはそうなる。何を言ってるんだ。リゾートと基地拡大はワンセットなんだろう。リゾートがなくなればあんたの法案も通らないぞ。ことはそんなに単純じゃないんだ。とにかくあんたがまだリゾートの土地買収を止めたいと思っているなら議事堂まで来てくれ。議事堂だと。いや、ミレニアムタワー前に迎えをやるから、その車に乗って俺のところまで来てくれ。いいだろう。俺もいろいろなことをはっきりさせたい。防衛大臣のタミヤが俺に何の用だ。想定外の敵、やはり東条会の内部構想だけはなさそうだな。そうだ、伊達さんに報告しておこう。もしもし、キルか、俺だ、どうした。ここは自動再生がないんですね。伊達さん、たった今防衛大臣のタミヤから電話があった。なんだって、なぜお前に。俺にもわからん。ただやはり東条会内部に政治家と未だつながっている勢力、そしてそれ以外の勢力も存在するという話だ。俺は今から国会議事堂へ行き、タミヤに会ってくる。会いに行くってお前、どうやって。タミヤが迎えを呼ぶそうだ。ミレニアムタワー前で迎えの者と違う。待て、キル、俺も一緒に行く。伊達さん、今どこだ。今セレナだ。すぐに出る。ミレニアムタワーに行けばいいか。いや、伊達さんが先に現れて向こうに警戒にやる。行くなら一緒に行こう。セレナの前で待っててくれ。迎えに行く。わかった。すぐ出れるようにしておく。なるほどね。今回はここでやめときますか。ちょっと短いは短いんですけど、こう、ちょっと攻略サイトをね、パッと見た感じだとね、この後そんなにないんだよね、イベントが。なんでここでは切っちゃえば、綺麗に二分割して、第9章を終えることができるんじゃないかなと。これ以上取り続けても変にこう、間延びしてしまうような気もするんでね。今回はここで終わっとこうかなと思います。てか、伊達さんはあれなんだね。あの、ニューセレナのママのことが絶対好きだよね。だって早いもん。あっちゅう間にセレナにいたもん。あっという間にセレナにいたね。はい。ということで、今回はここで終わろうかなと思います。今回ムービーが多かったんでね、結構楽は楽でしたね。話はだいぶ難しいは難しいですけど、
やっぱミネだね。頭良くて強いっていうのはやっぱ敵としては申し分ないですね。はい。まあ、動画撮ってない時にね、まあ、サブイベントとかもちょこちょここなしておきます。はい。そんじゃ今回はここで終わります。バイバイ。